皆さんこんにちは、スイコ川太郎のトミテです。今日はこちらセリアさんのテーラを使って、ベストを編んでいきます。はい、こちらなんですが、もうねだいぶできてきてまして、結構長いんですね。はい、後ろ身頃がもう、襟ぐり肩のところまで出来上がってきております。はい、これの前身頃の方を使って編み方解説していこうと思います。非常に簡単です。表編みと裏編み、それから、この縄編みですね、この目をねじるやり方が分かれば編めると思いますので、はい、一緒にやっていこうと思います。ではやっていきます。はい、こちらテーラーの、ね、後ろの方なんですけれども、ここですね、ここのところにね、親切に使用棒針何号というふうに書かれています。8から10号というふうに書かれていますので、私も8号の棒針を用意しました。で、この玉のついている分でもいいんですけれども、私は両側が尖っている分を使っていきます。で、もしね、糸が抜けてしまうような心配がある場合は、後ろのところを輪ゴムで縛っておくといいと思います。ちょっと不細工ですが後ろのところにこうつけるキャップとかもあるんですけどね、わざわざそんなの買わなくてもこうやって輪ゴムで十分です。はい、ただこの輪ゴムねつけたまんまずっと放置していると劣化して、ギトギトがついちゃって針が使えないっていうことになってしまいますので、つけたまんまずっと放置しないようにだけ気をつけてくださいね。もう編み終わったら必ずこの輪ゴムは外して、処分するようにしてください。はい、糸端側です。糸端側から、編みたい横幅の約3倍分2倍3倍分のところに輪っかを作ります。そしてその輪っかから糸端を引っ張り出してこういうように針にかけます。そして、こういうふうにね、親指と人差し指で糸を構えるんですけれども、はい、でその2本の糸はこう合わせてこう小指で挟んで持っておきます。はい、親指側にかかっているこの糸は糸端側で、こちらの人差し指にかかっている方はこれは糸玉につながっている方の糸です。はい、この結び目のところを右手の人差し指と親指とでこう軽く押さえておきますね。そして今こういう風になってるんですけれども、こう親指のところにこう輪っかができてるような形になってると思うんですね。ここですね、はい、この糸の下から針を入れます。はい、今下から針が入っているの分かりますでしょうかね。で、人差し指にかかっているこの糸を上から引っ掛けて、映らない、引っ掛けてこの穴を通して引っ張り出します。そして親指を離して糸を引き締めます。これで1目、最初の作り目と、2つ目の目ができました。また同じ要領でやっていきます。ここから針を入れて、人差し指のこの糸を上からかけて引っ張り出して親指を離して引き締める。はい、この要領で80目作っていきます。はい、はい、80目作っていく間ちょっとねおしゃべりしますね。はい、今日ねお盆ですのでね、父のお兄さんとね、その奥さんがうちに来てくださいました。お供え物持ってね、父の初盆ですのでね、どうしてるっていう感じで来てくださいました。はい、それでですね、父とおじとは満州で生まれて、戦後こちらに引き上げてきた人
人なんですけれどもね、やっぱり今の季節ね、どうしてもそういう話になりますよね。戦争の時の話みたいな形でね、戦後の引き上げのこととか、日本に来てからどこに住んだのかとか、そういう話をねちょっとね聞きました。父のお父さんね、父のお父さんのお父さんですね、父の、おじいさん、私から見たらおじいさんにあたる人ですね。その人は北海道に屯田兵として行ってたらしいんですね。で、そこから満州へ渡って、満州の開拓の方で、だいぶね儲けられたらしいんです。満州来たら儲かるぞっていうことで、そのおじいさんからしたら息子の、おじいさん、そうですね、父のお父さんを満州の方は呼び寄せたらしいんですね。で、宝天っていうところでホテルの経営をしてたらしいです。跡地にあるような大きなホテル、3階建ての建物でね、大きなホテルだったらしいんですけれども、ね、そこの写真も確か残っていたと思います。で、父は、昭和19年の生まれです。ところが、父が生まれてすぐぐらいに、父の生みのお母さん亡くなってしまったんですね。で、生まれてすぐの私の父はもう育てる人がないのでね、そのホテルで働いていた女性に、育ててもらったっていうような形なんですけれども、その後ですね、終戦の後、父のお父さんはシベリアの方に抑留されてしまうんですよね。いろんな書物でね、私もシベリア抑留のことは聞いて、相当ね、食べるものが少ない過酷な状況でね、気温も低い中で、ね、食べ物を十分に与えられない中で過酷な労働を強いられたっていうようなことを、ね、いろんな本で読んでるんですけれども、父のお父さんはホテル経営で調理ができたんですね。調理ができたもんですから、そうですね、シベリア抑留されながらも調理師としてね、そちらで働くことができたらしいんですね。調理場も任されたらしいんです。で、例えばキノコなんかもね、今までこそスーパーマーケットで売ってるようなキノコ、安全なキノコがありますけれども、当時は山へ入って取ってきたようなキノコをね、これは食べられる、これは食べられないってこう見分けをつけられなかったら、ね、食べることができなかったんですね。食べたとしても中毒を起こしたりする可能性があったので、そういう見分ける知識のあるものっていうのが結構重宝されたらしいんですね。ですのでね、父のお父さんはそういうふうな調理の方で働くことができて、ですので一般のシベリア抑留の方よりも食べるものに関してはね、味見と称して少しずつ食べることができたらしいんですね。他の人よりも、いく分かたくさん食べることができて、それによってね、命をつなぐことができたんだっていうことを言ってはりました。冷静に喋ろうと思ってるんですけれど、ちょっとね、辛いですよね。それもね、グッてきますよね。なんていうか、こう味見でね、他の人よりもほんの少したくさん食べられたっていうことすらも、もしかしたらね、引け目に感じてらっしゃったのかもしれないですよね。本当、食べるものが十分にないっていうような状況ね、もう聞いてても辛いなっていうふうに思います。いや、私これなんで今一本抜いたんでしょうね。ちょっとおかしいですね。いや、抜く必要ないんですよ。80名までちゃんと数えてくださいね。はい、ね、そうやってね、引き目を感じながらでも命をつないでくださったおかげで、ね、うちの父はシベリアから日本に帰ってくることができたんですよね。
で、それ帰ってくる時も B さんいくつぐらいだったのかな、4つ上って言ってたから、まあ、7つとかその辺だったのかもしれないですね。で、上のお姉さん、お姉さんが2人いるんですけれども、お姉さんたちは男の子の格好をして、頭を丸坊主にかってね、まあ、女の子だってわからないような格好で船に乗って帰ってきたそうです。で、満州の方のホテルで働いてた新しいお母さんがですね、まあ、父を抱っこして日本に連れ帰ってくれたらしいんですね。もしそうやって連れ帰ってくれなかったら、ね、いわゆる中国残留孤児っていうことになってね、私はこの世にいなかったかもしれません。で、日本に帰ってきてからもね、家族揃って住めたわけではなくって、父のお母さんのご実家である三原、これは広島になるのかな、広島の三原というところに預けられたらしいです。で、お母さんの実家ですよね。お兄さんの話では、その三原というところももう何にもなかった、焼け野原だったっていうことです。で、広島はね、やっぱり原爆の被害がありましたのでね、神社の中の幼稚園に預けられたっていうことでしたけれども、そこもね、何か建物があるわけでもなく何にもなかったということでした。で、ね、そこに長いこと預けられて、父のお母さんのご実家もね、子供さんたちがいるので、やっぱり、ね、預けられた子供たちと自分の家の子供たちと同じようにはしてもらえないんですね。やっぱり預けられた子供たちっていうのは優先順位が後の方になってしまうんですね。なので、やっぱり食べるものも十分ではなかったし、いわゆるホタルの墓、あれと同じような状況だったらしいんですね。で、もうあまりにも辛くって、お姉さんたちにね、まだ文字も十分書けないのに、これを書きなさいって言って、はがきにね、はがきに早く迎えに来てくださいっていう風にね、書かされて、見よう見まねですよね、見よう見まねで、ね、文字を書いて両親のところへそのはがきを送って、早く迎えに来てください、何回も送ってやっと迎えに来てもらえたらしいんですね。実のお父さんと後から来られたお母さんね、また別のところで別の仕事をしていらっしゃって、そこへようやく引き取られたんだっていうことです。おじさん言ってました、それが人生で初めて書いた手紙やったって。そんなね、小学校に上がるか上がらないかぐらいのね、幼い子供、お腹空かして、で、両親と別れ別れでね、暮らして、だけどね、多分ね、お父さんだけじゃなくて国中がそういう状態だったんだと思います。そういう時代だったんだと思うんですよね。お父さんのお父さん、おじいさんがシベリアに抑留されていた時ね、整備士の人たちはすごく優遇されたらしいんですね。食べるものも他の人たちとはやっぱり違うものを、いいものを食べさせてもらえてたらしいんですね。なので、父のお兄さん、おじさんは整備士になったらいい、そうやって手に職をつけて、できる仕事があればどんなところへ行ってもね、優遇されて生きていけるから、整備士になれっていうことで、バイクの整備士になりました。中途半端なところになりましたが、尺の加減で今日はここまでにしたいと思います。続きはまた明日アップロードします。この番組が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッと。
どうぞよろしくお願いします。ではまた明日。